日和。モップはお家が大好きな白クマです。なのでお出かけには全力で抵抗します。ある朝のことです。夜になりました。ぬいぐるみのお友達、ギャニクさんとカニカマさん、お姉さんが連れてきてくれました。この時モップはお腹が空いていた。